腫瘍臓器の損傷が激しい。これではナノ治療でも無理だ。幹細胞の放射が追いつきません。欠損している基細胞自体を移植しないと。クソ、ダメか。あの、私の臓器を移植してください。欠損分はそれで補えると思います。移植？失礼だが、君はレアリエンだ。レアリエンから人間への臓器移植など今までに例はない。私はトランスジェニックタイプ。ミズラヒ博士によって次世代レアリエンの雛形として設計されました。私の体組成は人のそれに限りなく近く作られているんです。細胞同士の親和性はあるはずです。ですから、仮にそうだとしても君はどうする？臓器を取り出したら今度は君自身が。内循環を一時的に停止させれば数時間は持ちます。その間にラビュリントスに戻れば、そこで再生することができます。私のことなら大丈夫。それより今は彼の命を。このままでは彼は助からない。もう他に方法はありません。本当にいいのですね。はい、お願いします。